チャンネル登録お願いします。
チャンネル登録。お願いします。どうした？これさっきみんなで話したそのまず動きの面で前よりは動きは出てきてるんですけど、途中止まったりスクリーンかけれるところかけなかったりでシュートまで持っていけないケースが多かったんで、そこをもっと次改善していくのと、とその2ポイント打つタイミングっていうのがやっぱりこのパス1回でシュート打ったりとか、そのワンパスでシュート打ったりとかだったんで、もっとパス回して、まあ、12秒使う勢いでシュートのオフェンスやっていけたらなと思ってます。でディフェンスの面ではチーム全体で守れてるところが多かったので、それをまあ次のラウンドでも、まあ、もっと意識してやっていけたらなと思います。どうでした？あ、お疲れ様です。そうっすね、なんかまあ難しい部分もあり、まあ、できた部分できなかった部分もありみたいなところで、でもまあなんか1試合目より2試合目の方が良かったので、やっぱりちょっとまあ、やることが明確になってこう1試合目の修正はできたのかなと思います。ただそこ勝ちきれなかったのはこっちのシュート率とか多分そういった話になってくるので、まあ、それはここでやっぱシューティングを増やすとか練習の仕方を変えるとか、やっぱそういうの試行錯誤しないと、やっぱこのサイズで自分らより大きいチームが2ポイント入れてきてるのに、まあ、こっちがやっぱシュートを落としてたらリバウンドの差で普通に負けるので、やっぱちょっとそういったところはしっかり対策していけたらと思います。なんかやっぱこう僕はやっぱゲームメーカーでやらなきゃいけないのかなって、やっぱここ 1,2 ラウンド感じてるので、そこしっかりやれるようにちょっともっと勉強します。ありがとうございました。前回の反省点がちょっと活かせてきてて、ちょっとディフェンスのプレッシャーもできたので、もう一歩出れば相手の2を抑えれたのかなっていうのが結構あったんで、まあ何回も毎回言うけど体力さえつければいいのかな。あとでかいのを抑えたんであと2週間もう最後のラウンドに向けて、まあ、自分できることを精一杯頑張ります。そうですね、まあ、ラウンド7、まあ、勝負のラウンドということで、まあ、チーム一丸となってやることを考えて臨んだんですけど、まあ、やっぱり相手の方が勝負どころだったりとか、まあ、1枚2枚上手だったなって思います。ただ、終わり方としては、すごくチームとして課題も見つかりましたが、いい形で終わったので、ちょっと次ラストいじ見せて、チーム仕上げていきたいと思います。 TENVE頑張ります。チャンネル登録お願いします。